こんにちは、サチオです。今日は、タクピチさんに僕が裏攻撃マンになって挑みたいんですよね。ただ、僕が裏になったところで、まあ、勝ち目って正直見えてるじゃないですか。多分03コースなんですけど、普通にやっても面白くないので、今日は僕のベンチコーチにユージ君を召喚しました。何？僕が少しでもタクピチさんに前線できるようにアドバイスをもらおうかなと思います。ちょっとユージ君レベルの人からアドバイス、ベンチコーチのアドバイスをもらうのでどういうこと言うんだろうとか、ちょっとそこも楽しんでいただけたらと思います。じゃあやりましょう。さあ行くぞ。なんかタクピチのベンチコーチ来るの？違う。え、応援してください。はい、ビビったら負けるぞ。気持ちだからね、気持ち。はい、決めん。じゃあ、はい、はい、はい、まあ、試合前の状態からもう戦術を組み立てているから、タクピチは基本的にやっぱフォアが主戦強いから、はい、ここ潰さないといけないけど、そこを潰すためには普通に前面に散らしていったら絶対にその結局フォアでゴリゴリ回られるから、フォア前をまず徹底してるサーカー。なるほど。はい、はい、お願いします。お願いします。どう？もっと早い打点で打つ。
け。チラチラ見るな。ちゃんと対戦相手を見ろ。サビオ。よっ。始まりそう。何してん？すいません。何してん？すいません。ん？これ全然チャンスボール入ってねえやんけ。すいません。何してん？ワッツァ？おい。まあね、なんかね、よくコメントで、サティを裏、なんか、攻撃だけやっとけば強いんじゃねみたいな、たまにあるんですけど、うん、そんなことないんですよ。やっぱカットあっての攻撃だなっていうのは思います。裏裏こうやってみると。なので、ね、そこが、やっぱ裏裏のすごい難しいところだなと思います。裏裏で勝てる人がすごいなと。思いますね、素直に。はい、ってことでまたいつかね、リベンジしたいなと思います。じゃあ終わります。ありがとうございました。ありがとうございました。